前場収まりましたスタートしましたばらついたスタートですコースタート17番ブラウンウェーブしかしこれを制して間から10番のグッドフラッシュ先手を取りました2番手は固まっています内から5番のサトノグレイと2番手に上がってロードアウォードですさらには6番のスカイロケット外からは18番のコスモ名月も行きましたあとは2馬審査外には17番ブラウンウェーブが行 ピーチコーラル、吹雪さらには15番のスライトマッド追走していきますうちは1番のユーメイドマイデイさらには16番のジューンスパーク3コーナーへ向かいますあとはうちからはアズワンウィッシュが行ってそして外は11番カシノトルメンタ第3コーナーを迎えますその後12番のディアードコス追走3コーナーカーブそして2枠2頭、y y q とカズキが追走しましてその後は2馬審査後方2頭は2番のシランケドそして外には最高峰14番オモルフォス前は34コーナー 中間を通過先頭は5番、里ノグレートリードが1バ身シンで第4コーナーをカーブ2番手には内6番、スカイロケットそして外を回りまして3番手10番、グッドフラッシュ4コーナーカーブから直線へ逃げる5番、里ノグレート里ノグレートリードが2バシン2番手は6番のスカイロケットあとは広がってきた間から7番のロード・アウォード追い込んでくるそして外からは17番ブラウンウェーブ追い込んでくるさあ先頭は5番の里ノグレート、サトグレート2番手17番のブラウンウェーブ並んできたかわすかか Basta agora!